ありがとうございました。本日お越しいただきました、皆様方、そして視聴していただいている皆様方、こういった形で、ステージ数は少し少なくなりましたけれども、これが今年1年間の唯一のステージでもあります。で、去年の3月からですね、ずっと練習ができない状態がありまして、その中、いろんな工夫をしながら、1年間の活動を、頑張ってくれた、学生たちにもう一度拍手をお願いします。ありがとうございます。残念ながらですね、その1年生は今年3人ということで、それでも入ってくれた1年生には頑張ってほしいなと思いますけれども、もしもこの、動画ですね、見ていただいている高校生、今日は共通テストですけれども、これ一緒に歌いたいなっていう高校生いてたら、同志社大学に入っていただいてですね、同志社グリークラブで一緒に歌っていただけますと、このコロナが明けたらぜひ濃密な練習をしたいなというふうに思っております。それまではできることを工夫しながら、いろんな知恵を発揮しながら、我慢しながら、それでも歌の、灯火といいますか、大事にしながら活動していきたいと思っております。アンコールとしまして、学生からのリクエストで、懐かしい月光とピエロの1曲目月夜を演奏したいと思いますので、お聴きください。Thank you.
うん、